はい、どうも Q です。MTG やっておきます。こちらですね、今天使デッキを使っております。相手はあのパーティーデッキとなっております。カルドハイムができてから、初めてパーティーデッキに当たったので、ちょっと急いで動画配信しました。相手は、3色ですね。でリンバーラを出したところですね。リンバーラ強いですよね。パーティー揃うとあのブロックができなくなるという、追加効果を持ってるのですごいアドバンテージですよね。パーティーが揃うとちょっとあのあれだったので無情な行動で、除去していきます。はい、相手がアタックと、これで15点で、こちらは、平地をセットして、正義の蓋を止め出していきます。こちら回復してね、頑張って、行こうかなと思って出しました。こちらカルドハイムですね。あ、多層、どんな、クリーチャータイプでもあるクリーチャーというのが出たので、戦士デッキとかパーティーデッキは強くなるだろうなとは思っていましたが、実際自分で見てみるとね、あのそんな目立ったようなクリーチャーはないんですけども、ここに出てるのは出した時にあのアーティファクトやエンチャントを壊せる、そんなタイプのあれだったので、なかなか使えるクリーチャーになってます。うん、ここで、パーティー3つ揃いましたね。あともう1個で、揃ってしまうので何とかしなきゃいけないんですが、でここでですねファイアの方を出しておけばひどいことにはならなかったんですけども、この後まあ大丈夫だろうと踏んで、軍団の天使を出してしまいました。ここで回復して軍団の天使をもう1個手札に戻すという形になっております。攻撃してターンエンドで、相手の方でモリをセットしてからのこちらですね。これでパーティーが、4揃ってしまったんですね。でこちらの方はですね、いやー本当あのドローをできるカードになってまして、いやきつかったですね本当に。手札は今現状向こう0の状態なんですが、そうダメージが取るとですね、いけるっていうタイプなんですけど、今クリーチャー3つが、通ったので3枚引くということになってます。いやーもう本当につらかったですね。もうあとは残り8点なので、もう後がない状態です。これタップインしていこうかなとは思ったんでが、3点ライフ支払う必要あるかなと思って考えたんですけども、結局、タップに出しました。ちょっと次のターンあのきついので、ルーの降臨でイオナの大司教の方をですね、プロテクションを取って、耐えようと思ったんですね。でちょっと迷ってます。どうしようかな、攻撃しようか迷ったんですけども、結局一回攻撃することにしました。イオナの方はあの素通しでも、痛くないので、2人が攻撃しても3点だったので、で片方はあの戦乙女で止めれるので有利かなと思ったんですが、ここでリンバーナーが来て草乙女もこれであのブロックができなくなるんですよね。本当にあのパーティー揃うともう本当に全体除去が何かこうパーティーを崩す何かがない限りはなかなかこうその状態から良くすることが、ここまで決まっちゃうときついですね本当に。相手はあのとダメージ取るために、カードも引けますし、残り3点となっておりますが、
でタップインして軍団の天使を出しました。これでも本当はファーラの方の、エイグタンを出した方が良かったんですね。その方が、次のターン、クリーチャー除去ができたので、誤った判断でしたね。ここもパーティーデッキもうまくここまでパーティーが揃うとね、やってみたいなって気もなるんですけど、やってみるとね、あんまり強くないんですよね。なかなかパーティーが揃わないんですよ。揃う前に大概、最近はカルドハイムでも全体除去のカードが増えましたし、普通に単体除去のカード、黒の単体除去のカードとかも結構入ってるデッキが多いんで、なかなかパーティーって揃わないんですよね。今回の天使デッキ、自分の天使デッキに関しては、あまりクリーチャー除去って入ってないんですよ。で、そのためにちょっとこういうような状態になってしまってですね、もう押され気味ですね。もう項目ぐらい来るともう何もできない状態となっております。はい、ような攻撃しても関係ないですね。で、ブロックしないと死んでしまうので、ここはブロックをしました。リンバーラでブロック、リンバーラをブロックして、はい、残り1点です。相手は2ドロー。もうね、どうしようかと思ったんですが、回復も良かったんですけどね、回復すると10点は回復できたんですが、こちらの方ファイヤーの方、もうちょっとこんな時に使ってもどうしようもなかったんですが、ファイヤーの方出してと思ったんですが、カウンターをされました。もうどうしようもなかったので、ここで投了しました。いや、ほんと強いですね。はい、すいません。では、負けてしまいましたが、これで終了とします。ありがとうございました。